どうもねくらーです。今回は今日2023年11月23日、勤労感謝の日ですね。発売のロフト限定のハリーポッターロルバーンを一緒に見ていこう。まあ、見ての通り、ハリーポッターのロルバーンが4種類とブックマーカーが4種類出たんですけど、こちらはワーナーブラザーズ100周年の記念コラボで作られたものになります。 いや今日はいつもと違うロフトに行ったんですけど、もう化粧水も塗らないぐらいドすっぴんで行って、で、そしたらそこのロフトがすごい混んでて、回転直後というか回転と同時に入ったから、数秒ごとにもうエレベーターから上がってきた人がどん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 ロフトに入ってくるんだけど、もうルパンの予告状が来た後の警察の包囲網みたいだった。ハリポタ風に言うと、シリウスを 探してるディメンターみたいな。本当にみんなどんどんノート売り場に行くんだけど、すぐ見つけられない場所にあって、全員がキョロ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 してて、すっぴんで行かなきゃよかったってすごく思いました。<laughs> 次行くときはお化粧バチバチで行くか、すっぴんなら違うテンポにするかなってぐらいそこのテンポは混んでた。でもみんなそれぐらいロルバーンが欲しかったんだよね。それはすごい嬉しい。まあ一冊ずつ見ていこうかな。ロルバーンが4種類。まあ端から見ていくか。 じゃじゃじゃん、これ柄名が書いてある。あ、書いてある。一冊。税込み935円。こちらの柄がヘドウィグ。かわいい。名前書いてある。袋ですね。こちらのロルバーンは、ピッカピカの銀白押しに、銀リングコンバンド。シルバー白押し、シルバーリングコンバンドになってます。表記がちょい長い。 いつもより横に長い表記になってます。かわいい。ハリーポッターがロルバン風のタッチで書かれてるのもすごい楽しい。裏側はこんな感じです。次。かわいい。両 <laughs> のフラッグですね。 グリフィンドール、スリーザーリン、ハフルパフ、レイブンクローのフラッグ。えー、可愛いいなクリスマスにぴったりだね。こちらは反射しないピンクゴールド白押しです。ちょっと表紙が黒いから顔が映りそう。に、カッパーリング。ピンクゴールドリング、コンバンド。可愛い,い焦げ茶色っぽい感じの表紙。黒ではないかな黒かなえー、なんか、 若干茶色い黒みたいな感じですね。で、表記はこんな感じです。かわいい、いい絵柄だね。こんな感じ。裏面が、りょうって名前なんだ。こちらのロールバーの名前はりょう。そのまんま。一文字。次。 次が私の一番お気に入。いやー、これもう一冊買えばよかったかないや、でも保存用だけでいいかな。今回二冊ずつ買ってるんだけど、まあ全部保存用にしようかなと思ってます。かわいい。<laughs> えー、こちらがピッカピカの金白押し。キラキラのゴールド白押し。ゴールドリング。金リング、コンバンド。かわいい。ホグワーツの柄。名前もホグワーツ。 かわいいなぁ。あの白いいよね。すごいロマンがあります。で、表記はこんな感じ。これかなりいいなぁ。いい絵柄だ。裏面はこんな感じ。ホグワーツ柄です。次。ラスト、いやー、これ なんだけどいいこちらはロゴじゃなくて、ハリーポッターの、こちらの文字の方が、白押し。何白押しピカピカのピンクゴールドかな、はあ、こんな感じで、ピカピカのオレンジっぽいピンクゴールドっぽい白押しに、 金リングコンバンド、ゴールドリングコンバンドです。これいいね。かわいい。ロゴ自体は印刷で、まあ、黒に近いかな。って感じの色。と、表記がこんな感じ。で、裏面がこちら。<laughs> 名前、ロゴなんだんな。全部ハリーポッターって書いてあるから。 こちらの名前、ロゴなんですね。で、全部で4冊になってます。かわいい。これは大人気だろうね。と、ブックマーカー。ブックマーカー売り切れてるって言ってる人がね、結構いたんだよね。私のところは全然余裕でいっぱい置いてあった気がするんだけど。もそんな見てなかったからな。一個ずつ見てこう。名前も書いてある書いてあるえ書いてある書いてある書いてあるね。えっと、 ブックマーカーは一つ税込み440円。かわいいな。じゃじゃん。こちらが、ロゴって書いてあるけど、名前クリニッチだっけの、まあ、宝器は宝器だけど。これなんて言うんだっけ <laughs> この子もいます。ロゴです。えっと、え、これ名前ハリーポッターになるのかな ハリーだ。こちらのブックマーカーはハリー。シンプルだね。と、こちらが表紙かな呪文なるほど。呪文柄なの。本当だ、エクスペクトパトローナムって書いてある。守護霊たちですね、書いてあるのは、じゃあ。えーかわいい <laughs> かわいいぞ、これは。 うわーちょっとよく見なかったから。買えばよかったかも。うわーすごい。うわーいいな呪文柄と、これは量かな。4つの量のシンボル。量ですね。いやーすごくいい。かわいいね。全部めちゃくちゃかわいいのでおすすめです。いやー売り切れたら再販してほしいな。これはみんな欲しいと思うから。 なんか、即売り切れは再販して欲しいですよね。欲しい方はぜひぜひ早めにロフトのオンラインとか店舗をチェックしてみてください。今回の動画はこんな感じ。まあ、ロフトで他にも文房具買ったけど、紹介はしないかな。ちらっとだけ見せるか。ちょっとね、ずっとロフトに行く機会がなくて欲しいな、でも買いに行けないなって思ってた、トラさん。 韓国か上海で有名なちょっとブランドっぽいんだけど、こちらのトラさんのね、グッズが欲しくて、奇跡的に一番欲しかったシールが残ってたので、買ってきました。これはまあ、そのうちノートとか見せた時にすって出てくるかも。と、まあ、ただのクリップ買いました。そんくらいかな。こんな感じ。まあ、まだまだ購入品がものすごーくいっぱいあったり、 シールとかね100枚くらい買ってると思う。それも一緒にみんなと開けたくて撮っといてるので、今後動画になっていくんじゃないかと思います。ではでは次回の動画もお楽しみにバイバイ